にちは、小島春菜です。今日は私の最近のシャネルのお気に入りのバッグを紹介します。よくね、私物のバッグを紹介してほしいというコメントをたくさんいただくんですけど、私バッグ大好きだし、何から紹介しようかなってすごく悩んだんですが、私もずっと大好きでファッションに欠かせないラグジュアリーブランドの一つ、シャネルの最近のお気に入りを紹介できたらなと思います。シャネルはもう10代、20代、現在ずっと大好きなブランドで、バッグだったりシューズだったりアクセサリーとかジュエリー、プレタ、もうすべて大好きなブランドなので、その中でも最近特に出番の多いアイテムをご紹介します。最近もまたこちらゲットしたので、後でね、開封していこうかなと思います。今日はね、時計もシャネルにしてみました。これはボーイシャネルの時計なんですけど、これ出た時だから結構前に購入したんですが、その時多分20代だから、なんかシックなブラックとかこういうレザーのバンドの時計っていうのが似合わないなって自分で思って、あんまりつけてなかったんだけど、大人になったりファッションのトレンドが変わって、最近はすごい馴染んでるかなと思ってつけています。はい、まず最初はこちらです。シャネルのトップハンドルの小さいミニのサイズです。このバッグは先日パリに行った時に購入しました。これもしかしたらブラックに見えているかもしれないんですけど、すっごい濃いチョコレートのようなダークブラウンで、このカラーは意外とどんなファッションにも合うなと思って購入しました。シャネルのクラシックのブラックって大好きなので、昔からいっぱい集めているんですけど、ベージュとかフェミニンなフラワー柄のお洋服を着ることが多くて、ちょっとだけブラウン味があることによってファッションに合ってくるので、この色すごい使えるなと思って購入しました。季節が変わるバンカから秋、冬、すごく活躍するカラーだと思います。ブラックよりも少しだけ柔らかい印象にしてくれます。でこのトップハンドルのこのミニサイズって、ファッションのポイントのアクセサリー感覚になるので、斜め掛けするのがお気に入りです。それにね、このサイズだとお財布とスマホとリップと、あとお家の出かける時鍵が入るくらいのサイズです。ちょっとしたお出かけとかディナーとか、あとはファッションのポイントとして使ったりします。20代の頃、色物とか変わった素材とか変わった柄とか集めてたので、自分の中で精査されて削ぎ落とされてきて、本当にずっと使えるものっていう風に考えてお買い物するようになりました。パリでのシャネルの情報だと、すごく混んでいる時期で、だいたいね、2時間ぐらい待ったかな。時間が来ると呼び出してもらうっていうシステムでした。色数もすごく揃ってたし、このサイズのバッグも色がずらっと並んでる中で、このカラーが私にはしっくりきて合うなと思ったので、このカラーを選びました。続いてはこちらです。去年ね、パリでの購入品でもご紹介したので、見覚えがあるって方もいると思うんですが、四角いボストン型のバッグです。さっきのに比べるとこんな感じ、大きめのバッグです。色違いとかあったら今でも欲しいくらい、去年の冬から春にかけてだいぶ使えました。私の毎日バッグでした。こういうファッションの業界って、バッグってファッションに合わせて変えていくものっていう感じなんだけど、もうほんとどの服にも合うし、何でも入るし、私の中ではすごく珍しいくらい毎日このバッグで生活してました。冬ってちょっと気を抜いてスウェットとか着ちゃう日もあったりするんだけど、フェミニンな日もカジュアルな日もきちっとしたいディナーの時も何でもあったので、このバッグすごい便利でした。今でもどこかに別のカラーとか別のサイズがあったら欲しいくらいお気に入りです。クラシックって結構持ってたりするので、ちょっと違うの欲しいなと思って買ったんだけど、これはすごくいい買い物ができたなって思ってます。
とはね、小物だと最近あのルックブックとかで登場したこういうリボン、シャネルのヘアアクセは結構定期的にチェックしているんですけど、まあ、出会えた時に買おうって思ってます。このネイビーのリボンっていうのもファッションの抜け感のポイントになるので意外と便利なカラーです。あとこれ、これもこの間 Vlog でも紹介したんですが、レザーにリボンの足がついてて、シャネルのゴールドマークとパールがついてます。カジュアルコーデの時のワンポイントに使ったりとか、ハーフアップにしたり、あとはブラックコーデとかで同色で合わせて使ったりしています。続いてはこちらです。これもめちゃめちゃお気に入りのシャネルのバッグなんですが、これ変身するんですよ。中にこんな風に生地が見えますね、スカーフのような。これを取り出してこのバッグの部分を中にしまって、トートバッグにもなる 2way タイプのバッグなんです。これすごいでしょ。このゴールドとレザーのチェーンがあるので、カジュアルコーデにラグジュアリーさをプラスしてくれる、足し算引き算のコーデで大活躍してくれる、もう大好きなバッグなんです。でこれ結構持ってると驚かれて、面白いね、いいなって言われることすごい多いです。これとの出会いは、私お友達に誕生日プレゼントを探していて、すごい素敵なプレゼントもらったので、なんかお返し何がいいかなって考えたんですけど、いろんなシャネルのクラシックとか人気のバッグがある中で、プレゼントとしてのサプライズ感もあるって思って、これすごく喜んでもらえたんですけど、使いやすそうだったから自分も欲しくなっちゃって、また出会えたので購入しました。私はこういうピンクでシャネルって書いてあるものを持ってるんですけど、ブラックもあったし、いろんな柄ありました。この間パリに行った時もこれ合わせたんだけど、ワンピースにもすごい合うし、スニーカーとかのスタイルの時にも可愛いかなと思います。ラフに見えすぎちゃう時とかは、こういうラグジュアリーなバッグを差し込むと品が出るのでいいかなと思います。シャネル好きでも目に入らなかったって方もぜひこれおすすめしたいです。超便利。お待たせしました、こちら開封していきます。これは中身はね、バッグです。やっぱねテンション上がりますね。このカメリアがついていてとっても可愛いです。開ける瞬間ってやっぱ一番楽しいよね。すごい、わー、可愛い。こちらです。リボンの形をしたサテンバッグです。サテンなのでちょっとねツヤがあります。コレクションで気になっていたんですけど、これ入ってきましたっていう風にお店の方に言っていただいたので購入しました。リボンのモチーフってもうずっと変わらず大好きなんですが、まあ、そのバランスって大事だなと思っていて、サテンバッグって物によってはフォーマルだったりオケージョンっぽくなってしまう、だからね実物どんな感じかなって思ってたんですが、想像を超えて可愛かったんですよ。サテンもね、ツヤがありすぎず、張り感が結構あったので、カジュアルなシーンにも使えるなって思って購入しました。普段フェミニンな服着ない方でも、デニムと T シャツのスタイルにももちろん合うし、ワンコールドレスとかにも合うし、クラシカルなブラウスとのコーディネートとか、チェーンついてるとこうやって斜め掛けできるからカジュアルに使えるんだよね。ミニスカートに合わせて斜め掛けして、ロングブーツとかニットにも合うし、すごい活躍しそうです。いろんなねファッションの想像ができるし、普段のコーディネートとかルックブックとかでも見かけることが多くなるかなと思います。バッグの中身も結構入りそうだった。ミニ財布、カードケースとかとスマホとリップが入る感じのサイズ感でした。一緒にいた全然系統の違う小麦肌のお姉さんのお友達も、普段こういうリボン系じゃないけど欲しいって言ってたくらい幅広く使える、年齢を重ねても可愛すぎずモテるからずっと使うと思います。はい、
ご紹介は以上となります。一つ一つのバッグに思い入れだったり、こういう風にコーディネートしたいなっていう想像妄想があったりとか、とっても大事なバッグたちです。今回はシャネルだったんですけど、それぞれブランドに特別な思いとかまだたくさんあるので、紹介していけたらいいなと思っています。みんな見たいブランドとかあったらぜひコメントください。バッグを買う時ってちょっと勇気がいる時だったりすると思うので、コーディネートとかなんかこういうの入るよとか、購入する際の参考になったら嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。